こんにちは、バーテンダーのナオトです。今日は1980年代バーボンウイスキーオールドブランダット114ロットナンバー14、この子紹介したいと思います。この子かなり屈強なファイター系なのですが、舌触りはとてもまろやかで、甘さや優しさも兼ね備えてます。先ほど作ったばかりのプリンのカラメルを思わせるような甘みと苦みが特徴の一つかもしれません。氷を入れても決して香りや味は壊れることはないので、ぜひロックでお楽しみいただきたい子です。この子は中身を飲み終わった後に唯一500円玉を貯金できる口の広さのボトル形状でも有名です。114とはプルーフを表します。つまりこの子は57度、マシビルはコーン 63%、 ライ麦 27%、 大麦麦芽が 10% と、とてもライ麦比率の高い子になっています。オールドブランダットというブランドは今ではジンビーム蒸留所で作られていますが、当時の蒸留所の3代目のレイモンド・ヘイデンさんが創業者、おじいちゃんですね、ベーシル・ヘイデンさんを称えて作ったブランドです。そのためラベルにはおじいちゃん、ベーシル・ヘイデンさんが描かれています。それでは今日は1980年代バーボンウイスキーオールドブランダット114飲んでみたいと思います。まずは香り、甘さだけど蜜のような感じかな。そして味、あーうま。この子は森の奥でひっそりと暮らすパワーファイター。動物に対する優しさは誰にも負けず、樹液や木の実を食べて暮らしている、そんなイメージの子です。いかがでございましょう。簡単ではございましたが、オールドグランダット114ロットナンバー14、お分かりいただけましたでしょうか。最後に僕は2年間で YouTube にウイスキーの辞書を作ります。応援くださる方、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ今日はここまで。また見てね。